すみません。お。はい。いや。どうか。まあ。よかった。従者様、ご苦労でした。おや？マティアスさん？ええ。はい。おやめなさい。え？
ええ。フィリア、その声はリアナ。し、大きな声を出さないで。ごめんなさいオフィリア、今ここから出してあげるから。リアナ、どうして。父様のため。父様は亡くなってしまった。でも巫女になれば必ず生き返るってあの人が教えてくれたの。何を言っているんですかリアナ、そんなことあるはずが。どうしてそんなこと言うの。ねえオフィリア、あなたは父様がいなくてもいいの。父様がいて、オフィリアがいて、みんなでお話ししたり、笑い合ったり、それができなくなるのよ。あなたはそれでいいの？それはそうですが、でも、亡くなった方は蘇りません。どうして、そんなこと言うの。オフィリア、そんなに冷たかったの。違います、違いますよリアナ。私も、大司教様に生きていてほしい。でも、死の門をおくぐりになった以上、それは無理なのです。それに、あの人は封じられた神の力を使うと。嫌な予感がするのです。それでも、私は諦められない。きっと父様は帰ってくる。そうすれば、私たち家族も元通りよ。オフィリアも喜んでくれるでしょ。鍵は開けておくわ。見つからないうちに逃げて。あとは私に任せて。リアナ、
よし。でも。何言ってんだ。そうだそうだ。おう。ああ。よし。オフィリア。オフィーリア君、ほう、なるほど。始めようか。行くぞ。
さあ始めようか。